リクガメのまさこレイディオ。まさこレイディオ。ほな皆さん、おはようございます。逆ですね。今から寝ようと思ってるところなんですけども、ちょっと聞いてもろていいですか？あのね、私今、いつも15、6分ぐらい、ラジオを撮ってたんですよね、一人で。一人でね、ラジオを撮ってて、ちょっと昔の話とかね、いろいろ、一人で、回想しながら、ちょっと熱い話をしてしまってね。んで、まあ今、なんで今これ、もう一回ラジオ撮ってるかって言ったらね、撮れてなかったー！撮れてなかったんですよ、ラジオが！もう、こんな、そんなことある？これうち悪ないよな。押したもん、絶対ボタン。iPhone ってさ、電池減ってきたらさ、残り 10% ですとか、残り 20% ですって出るやん。それ出た時さ、画面もう固まるやん、それ。そんな、急用それ。いや、もうわかるよ、それ。赤くなってんやもん。細いなってたらもうわかるって。10% ぐらいなんやろな、とかさ。そのメッセージと多分、ガッチンコして、うちのその録音ボタンとそのメッセージが。いらんメッセージ、あれだでーよにできんのかな。めちゃくちゃ喋ってたわ、今一人で。怖っ。ラジオ撮ってなかった。怖いぞ、これ一人で。いや、マジで。んでな、ちょっと、さあ、ほんまに昔も昔の話をね、してたわけでね。なんならちょっと涙流してたもんね、うちね、今。怖っ。いろいろ怖っ。んで、そのなんでこう今から寝るって時に撮ってるかっていうのもな、今私布団にいるんです。布団で寝てるんです、これ。失礼な話じゃないですよ、これ。みんな言わへんかったら分からへん話だから。わさこラジオってね、これも話すの2回目や、これも。わさこラジオってさ、あげるの遅いじゃないですか。結構ね。下手しい、ちょっと深夜回って、0時回ったりとかってするわけでね。それを、こう、通知来て、すぐ聞いてくれる人とかがいたら、結構もう寝る前とか、寝る間際とかに、こう、あ、聞いてから寝ようとかってしてる人もおるんかなとかって思ったらさ、なんかこの、わかる？一緒に、あ、ほな、寝ようかっていうさ、一緒にその感じを、ほな、寝ようか、今日も疲れたなっていうさ、そういうラジオもええやんって思ってね。今、すんごい、もう布団入って、寝ながら喋ってます。で、寝ながら喋ってるから、この録音の画面が動いてないことにも気づかんと、しっかり導入からしっかりオープニング喋って、ほんでちゃんと昔話してなんかポロって泣いて、なんやこの、ラジオ何してもてんやろ。こんなはずじゃなかったのに。で、ライブ告知して終わろか。あれってなって、なあ、ちょっと頭浮いたもんな。頭どころじゃないよ、ね。腰と頭だけ浮いたわ。まあまあ、そんなことは言ってるわけで、ですけどね。まあその、もう一回その涙ちょちょ切れた話をもう一回するんはもうさすがにちょっともう無理やから、また忘れた頃にやります、それは。昨日ね、土井さんとラジオ撮った後、さっと寝ようと思いながら、まあ、そろそろソロワンマンライブに向けて新しいグッズをと思ってね、グッズを作り始めたんですよね。そしたら、9時間ぶっ通しでずっとデザイン書いてて、気づいたら朝7時やって、嘘やろってなって、マジで。
多分なんかデザインっていうか、もう絵描いてるというか、まあ、自分のそのこんなん作りたいけどもどうしよう、描けるかなみたいなやつをね、なんとか形にしたろう思ってやってたら9時間経ってたよね。いやーでもこれはうちの絶対に機械不足やぞ、どう考えても。もっと楽にいけたはずやもん、もっと楽に。これの白黒反転どうやんねんやろうとかって、すごい初歩的なことやってたらそんなかかったやろな、多分倍ぐらい余計に時間かけたと思うけど、おかげさまでね、もううちの当初思い描いた、あこれ作りたいなってずっと思ってたやつがまさにその通りの、もうこれやっていう曲折し行き着いたグッズができそうでございますねん。んでさ、うち自分でグッズ好き勝手作ってるからさ、特にソロなんて結構なんかこんなん欲しいとか、メンズ用のソックスもとか、なんかチラッと聞いた声はさ、やっぱ発注するときに、あ、じゃあこれも作ろうとかってなんのね。簡単にそういう声をさ聞けるわけよ。だから今回な、これ言いますけど、こないださ、まさこら祭典でな、うちが、まあ、来てくれた人はわかると思うけど、わさーの時の写真のグッズ化お願いしますっていうね、リクエストをもらってね。まあ、そんなんも作れちゃうからさ、うちま欲しい人がおったら、うちグッズなんて何でも1点から作れるのとかもたくさんあるからさ、ものにもよるけど全然作りますんで、いろいろそんなんも言ってもらって言ってほしいし、言ってくれてめっちゃありがたいんやけど、さすがにロット5でも怖いぐらい需要 なさそうやん。そんなほんまにみんなの需要ってわからんなって思います。それがおもろいんやけど、だからみんなこんな欲しいなとかあったらね、一回言ってみてください。うちはメンバーの許可なしに、土江さんのこの土江さんのアクリルスタンド欲しいですとか勝手に作りますから、勝手に作ります。わさーの、私のこの間のその例のわさーの時のグッズのアクリルスタンドロット5 4つ余るやろなと思って、もう一人で楽しんでましたね。果たして作るのか作らないのか、まあリクエストもらったのはね、ちょっと楽しみながら、ね、入稿はまだ一切できてないですけど、デザインやっと完成したところで、今日やろうと思いながら、さすがにちょっともう寝不足でもうちょっと寝ます、もう寝ますけど、皆さん一緒に寝ましょう、ラジオでした。今何分ですかこれ。あ、いい感じです。たまには短いラジオもいいですよね。あさってわさこら、わさこら祭典ちゃう、もう なんぼやんねん、なんぼほどやんねん、年に1回であんな、年に1回も多い。ボイラーリクガメのライブがあります。11月26日池袋アダムにてボイラーリクガメ、今年じゃないか、今月最後のライブがあります。あー、ちょっと薄々やっぱね、布団に入ってるとね、ちょっとまあちょっとね、眠くはなってきますよね。すいません、ね、さっき1テイク目ラジオ撮ってる時に一瞬なんか 2秒ぐらいなんか寝落ちしかけてわーってなったっていうのもね、それも全部撮れてなかった。あれ自分的にはすごいおもろかったんけどな、ほんまに前代未聞の寝落ちラジオありえるとこやったからな、ほんまに怒られるわこればっかりは。はい、ってことで今日は、ギュンの、お布団の中からこんにちはラジオでした。ほな皆さん、朝こらさっさっさ、おやすみなさい。さっ。